では次のチャプターをミスター海進読んでくれ。ではこの問題を、海進くん前に出て解いてください。また海進、海進、またかよ。どうしていつも俺ばっかり刺されんだよ。はっはっはじゃねえ。なんで隣に座ってるお前は刺されないんだよ。おかしいだろ。しょうがないよ、海進は目立つから。目立つ？体も大きいし鼻があるから自然に目がいっちゃうってことだよ。海進どうしたの？なるべく目立たないようにキャラ変したんだよ。これなら刺されないだろ。それではこの問題を前に出て解いてもらいます。それでは、海進くん前に出て解いてください。嘘だろ。海進、わ、海進、お、海進、あ、どうすりゃいいんだよ。落ち着きなよ、海進。落ち着いてられるか。俺はこれからもただ目立つからという理由で一生先生に刺され続けるんだぞ。風に逆らう木はたやすく折れる。抗うな。流れに身を任せ、自然と一体となり、お前自身がこの学校を吹き抜ける風となるんだ。風は誰の目にも見えない。何言ってんの？風になる？そんなことできっこねえだろ。できるさ。え？嘘だろ？怖っ！シーフン！どこ行った？お前の目の前にいるぞ。師匠と呼ばせてください！俺にもできるようになりますか？辛い修行に耐えればな。刺されたくないという強い意志がここまで人を成長させるものなのか。それでは次のチャプターを、誰に読んでもらうかな。シーフンはいないのか。海進、シーフンはどうした？トイレか。先生、違うんです。シーフン師匠は今風になっておられます。サボリコリ。